はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビージです。今回はプレイステーションのゲーム沈黙の艦隊コンプリートモード立浪編の続きをプレイしていきたいと思います。ミッションの11、ロシア海軍が誇る最強の潜水艦指揮官アンドレイ・ロブコフ大佐率いる潜水艦隊に挑むという内容になっているので、当然立浪の魚雷兵装もですね、対潜水艦制に振り切っていきたいと思います。では兵装選択画面へ移りましょう。まずマーク46の魚雷ですね、これは沈没船なんかを撃つのにちょうどいいので6本ほどで、対水上艦船用のマーク48の魚雷、これはまあ2本ぐらい念のため持っていくぐらいでいいですかね。でマーク50、これがですね、対潜水艦船用の魚雷になるので20本ほど持ってきます。でコインも4本、ハープミサイル4本に減らして、その他をシーランスへと振っていきます。こんな編成でいきましょうか。保有ポイント6万ポイントあるので命中率がアップするものにスキルアップポイントを使っていきましょう。これで出撃します。まあ敵もね、潜水艦船になると思うので、まずはね、索敵をしっかり行っていきたいと思います。上の方には沈没船らしき艦影がありましたので、まずはそこに向かっていこうというところで、その沈没船のある方向に敵がいるであろう矢印が表示されてますね。ソナーに反応したという矢印。おっと、近いな。この距離にいたか。では、速度このまま震度100まで上げたかったんですけども、間に合いそうもないので、先に魚雷を撃ってから浮上しましょう。マーク50の魚雷、1番艦、2番艦、2連装で出します。発射と同時に浮上します。震度100まで急速浮上。これでね、まず魚雷が当たってくれたら、先制パンチとしてはね、すごくいいかなと思うんですが、衝突コースには入ってます。命中。ドルフィン。撃沈です。では、せっかく見つけた沈没船なので、沈没船の方向に向かって、まずは進んでですね、沈没船の撃破ポイントをもらってしまいたいかなと思います。まあ、この先、立浪のね、まあ、兵装だったり、性能だったり、そういうものをアップするには、どうしても、ポイントが必要になってくるので、そのポイント確保のために、マーク46のぐらい6本持っていくので、これを惜しまず使っていきます。では、他の敵潜水艦の索敵へと移っていきます。ヤマト編で一度攻略してる、クリアしてるマップなんですけど、もう敵の配置だったり、沈没船の配置全くわからないので、ここは、慎重な操艦をしていきたいと思います。沈没船がありました。これもね、ポイントをしっかり回収して、いきたいと思います。魚雷撃ってから、索敵を続けます。これでまた、立浪を強化するポイントがね、もらえるというところで、敵が、後ろから撃ってきてますね、魚雷を。これ、デコイで返しましょう。完全に敵に先制を許す形になりましたね。全く、気づいてなかった。これは衝突するぞ。回避できた。さあ、撃ってきた方向に転送、開口ですね。開口していきます。いた。今度はこっちから、魚雷、ウォーミングで2本。1番艦、2番艦から出します。さあ、どっちが撃つのが早いかですね。敵の方が早い。魚雷の装填が遅れてる。これは、もらうぞ。デコイ、間に合ってくれ。うわー、優先魚雷だったかー。かわしたー。かわしました。間一発かわして、敵の優先魚雷も、
無力化できましたね。シャルロット撃沈です。今は完全に敵に先手を奪われた中でノーダメージで乗り切ったって大きいですね。では慎重にね、策敵をしていきます。また敵に後ろを取られている。今アクティブソナーの残影、残骸みたいなの見つけましたよね。いた。できればここもノーダメージで乗り切りたい。まだ距離があった分で敵に先制攻撃を許すというところまで至っていない。ここはシーランス、これも2連装で出します。命中したね。激震です。バルス。激震したので、ここへと向きを変えていきます。あっちの方もね、策敵したはずなんですけどね。V がある。V があるということは、あの方向に敵の主力がいると見て間違いなさそうなんで、こっちの方向へと向かっていきましょう。まあ、ヤマトはね、まあ、50ノット、ブーストかけて60ノットまで出るんですけど、タツナミは、ご覧のように20ノットが限界の速度になっているので、どうしても時間も、かかってしまう。移動を一つ取ってですね。そういった観点から、やっぱり敵の位置をいかに早く把握するかとか、確認するかっていうのがすごく重要なんですけど、今回はめちゃくちゃ時間がかかってますね。さあ、ソナーに敵の気配を察知したようです。このまま直進した方向に敵艦がいると思われますので、このまま進んでいきます。もう敵もこちらの位置、V を通して、かなり正確に掴んでいると思うので、まあ、あまりね、本質性というものは気にせず進んでいきましょう。さあ、敵が背中を見せているので、これはこの木を逃さずにシーランスで撃沈を図りましょう。シーランス1番艦2番艦から2連装で出します。これが敵の機関でしたね。シーランスかなり足が速いので命中率も高いですよね。スコルピオン撃沈です。時間はかかりましたが、ノーダメージで、無事ね、ミッションを攻略することができました。ミッションの11番ですね。やっぱり戦闘時間が長引いてしまった分、ランクは伸びなかったかなと思うんですが、このあたりはね、回数を重ねることに、敵の位置を頭に入れてプレイできると思うので伸びてくる余地があるのかなと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。